アムラーンはイエメン西部の中央に位置する小さな都市、アムラーン県の県都であり、かつてはサナー県の県都であった。イエメンの首都サナーからは道路で北西に 52.9km ほどの位置にある。2004年の国勢調査によれば人口は76,863人であり、2012年時点の推計人口は9792人であった。 伝統的な泥作りの家。この町の創建は南アラビアのヒムやる王国時代に遡る。サバ王国の時代には街は発展して城壁を持つ砦となった。アムラーン・ラブレットと総称される当時の一連の青銅板は19世紀半ばに発掘され大英博物館に収蔵されている。特に7世紀には 地域の複数の部族の総称としてのサバー人たちとの紛争を大胆に戦い抜いた偉大な都市であった。かつて寺院や宮殿にあったとされる彫刻された石の遺物は王子の栄光を伝えている。大きな石板の碑文が町の西門付近で発見されている。スークと称される旧市場はその石中が有名である。アムラーンは1720年に完成した城壁で、 四方を完全に囲まれている。街の周囲には農地から肥沃な土壌が流出するのを防ぐために石積みの壁が設けられた段々畑のような景観が広がっている。サナーから当地への道路は中国の投資によって2 0 0キロメートル以上にわたって近代化され古い医療センターは小規模な公共病院に改造された。この都市は周辺で コーヒー栽培が盛んな、豊かな土壌の地域にある。1990年のイエメン人民民主共和国とイエメンアラブ共和国の統一により、イエメン共和国が成立したが、両国の体制の統合は順調に進まず、特に軍はそれぞれの指導層の紙幣化し、統合が進まなかった。1994年2月27日、 アムラーンの南北共同軍事基地で両軍の衝突が起こり、それを機に1994年イエメン内戦が始まった。2014年2月、風刺派勢力がアムラーンを封鎖し、7月に至って統治を完全に制圧した。この結果、2万人以上が統治からの避難を余儀なくされ、残る市民も物資不足に苦しむ事態となった。風刺派の台頭は、 2015年イエメン内戦の引き金を引いた。ありがとうございます。